東安株式会社総務部の円谷と申します。本日はよろしくお願いいたします。まず今日私は事務所の一角からお送りしてまして、社内の様子が見えるような形なので、ぜひ社内の様子もご覧いただければと思います。では、私たちの会社についての紹介するために、えっとですね、魅力的な当社の社員を紹介していきたいと思います。 画像の共有いたします。はい、と私たち、東安株式会社にはです、ね、魅力的な社員がおります。とまず、この写真はです、ね、当社の求人用に撮ってある写真なんですがと前列の左側の、えー、と男性ですね、この方、入社7年目となります。 専門学校を卒業して、えっと、今まで当社でずっと働いてくださってるんですが、当社は離職率が低いことであのすごく有名であのすごく自慢できるところなんですが、この離職率の低さで、まあ、彼は今7年頑張って、えっと、今、ノリに乗っている。 7歳になっています。はいでえっと、真ん中の男性は当社のホームページにも載っている男性なんですが彼は以前、えー、大手のスーツ専門店でスーツを売っていました。で現在は当案、ね、で保安用品を売る、えっと、営業マンになっています。はいでえっと、写真。 えと右側の、えー、と笑顔が素敵な男性なんですが、実はこの方は、えー、と県内にあるあの大手のスーパーに以前お勤めでいらっしゃいまして、現在はあのー、営業部長としてバリバリ活躍されている方ですで。ちなみにこの方の趣味は、えー、バイクとドラムだそうです。はい、と後ろの列のです、ね、男性なんですが、と彼は、えー、当社のオールラウンダー。 と呼ばれていますこの方は以前大手の就職サイトでレイアウトなどをされている方だったんですが当社の専門職で入社して現在は物流センターの課長として活躍しています。はい、で後ろの列の女性なんですがこの方は当社初の女性営業になっています。で元々はハンドボールの 選選手手手で岩県のの、えー、年女子の国体選手になっていましたでスポーツジムの、えー、トレーナーを経て当社に入社して今頑張っています。はい、ということで、えー、とこんなあの魅力的な社員があのたくさんいるんですがこういった社員たちが売っている商品は何かっていうのをこれからカタログを使って、えー、と紹介していきたいと思います。 はい、こちらがです、ね、当社のカタログの表紙になります。えー、表紙にはです、ね、安全とか保安用品、標識と書かれているのが見えるかと思うんですが、えー、当社はです、ね、あの工事現場とか建設現場で使われる、えー、安全保安用品と呼ばれるものをあの販売です、ね、卸売をしている総合商社になります。でそういいっったた商品たちがが、えー、カタログに載っているんですが どんなものを売っているかと言いますと、まず工事用表示板ですね。で、こちら工事中ですとか、歩行者通路と書かれた看板、皆さん街中ではあの見たことあるんじゃないかなと思います。看板と言いましてもあの、サイズが違ったりとか、あとはその反射の仕方が違ったりですとか、いろい,い,ろ,いろな種類があります。 左上にある、えー、と木の枠で囲われた看板あると思うんですが、こちら、あの森林を間引くときに出た間伐材を使ってあの再利用して作られた木枠になります。でこちらは当社があの木工組合さんと共同開発をして作った商品になっています。 はい、で次がですね安全保安用品と、写真右上にですね緑色のフェンスが見えるかと思いますが、こちらは、えー、とイベント会場とかでよく仕切りに使われていたりとかこう囲いに使われているような商品で、まあ、イベント会場とかでよく見たことあるかなと思います。で左側にあるのが、えー、とソーラーパネルがついた電光掲示板になります。 えっと、こちらは、まあ、あの、高速道路とか工事現場などで皆さん見たことあるんじゃないかなと思います。で、左下にですね、赤色と青色の、えー、カラーコーンがあるかと思うんですが、あのー、まあ、こういったカラーコーンでもですね、あのいろんな、あのー、材質があったりとか、いろんなこの反射の巻き方があったりですね、いろ、いろいろな、あのー、種類のカラーコーンも取り扱っていて、ま、あのー、たくさん種類があります。 で、次が、えっと、黒板ホワイトボードなんですが、あの、工事現場でよく、あの、工事の過程を写真に撮るのに黒板が必要になるんですが、そういった黒板なんかも扱っています。で、こちら安全標識となってますが、あの、工事現場で 入り口によく大きな安全掲示板っていうものがあの掲げられているのを見たことあるかと思いますがそういったものですとか関係者以外立ち入り禁止の,あのイラスト入りの標識なんかも扱っています。えっと、消防標識防災となってますが、えっと、右上の,あの非常口の,あのパネルがあると思うんですがこちらはよく皆さん学校とか あとはお店とかいろんな商業施設で見たことあるんではないかなと思います。左下にあるのが防火水槽と書かれている標識ですね。あとオレンジ色の、えっと、右下にあるのがこちらがヘル,ヘルメットになっています、はい。と、道路交通サインとありますが、と写真にカーブミラーがあるかと思いますが、こういった よく街中で見るカーブミラー、実はうちで扱っている商品になっています。でえっと、左下にですね、黄色いプレートであのちょっとポコポコしているのがあると思うんですが、こちらの点字ブロックですね、よく歩道とかに使われているものになります。あと、あの青山通りとかって書かれているあの表示板なんですが、こちらは、あのまあ よく看板サインなんか言われる商品で、そういったものも取り扱っています。はい、あとは新製品なんかも載せておりましてと、写真の左下にですね、黄色と青のカラーコンがあるかと思います。とこちらは、えっと、通常カラーコンですと赤とか青とかの,あの色が多いんですけれども、 あの上,と上と下でこう2色で使えるあのコーンをあの当社とメーカーさんで共同開発した商品になります。でその2色使うと、まあ、いろいろな企業さんとかあとは学校ですとかいろんなそういったこう色の,あのバリエーションが増えてあの使い方も広がるんではないかなということであの開発した商品になります。 はい。で、えっと、こちらの商品ですね、たい7000種以上あると言われていて、あの、その商品の、まあ、販売を行っている当社なんですが、えっと、販売以外にも、あの、当社には事業部がありまして、レンタル事業部、あと工事部門ですね、あとはグラフィックス事業部というのがあります。このグラフィックス事業部っていうのが何かって言いますと、 はい、こちらあの、最初に写真で出てきた、えっと、入社7年目で専門職で入社した彼なんですが、えっと、当社にはあの大きな、えっと、プリンターが置いてありますあの。パソコンでレイアウトしたものをこ,うこの大きなプリンターからこうシートとして出力をして、えー、鉄板とかに貼って看板にしたりですとか あとは、あの、建物の,あの中の壁ですね、壁面にこう貼って、この内装のシートとして、あの、使ったりしているものなんですが、えー、こういったグラフィックス事業部で行っている、あの、中で、えっと、当社が今まで作ってきた中でですね、この郡山市にある案内板、 ですね、こちらも当社であの作ったものになります。あの郡山市あの走ってるといろんなところで見かけますので、ぜひ皆さん郡山市内、あの通ったときは探してみていただきたいなと思います。はい、であの今まで、えー、その販売部門のほかにです、ね、いろんなグラフィックス事業部とかの事業を展開してきたんですけれども、 当社実はですね、消火器販売からスタートした会社になりますえ。以前の社名がですね、東洋安全防災という社名だったんですが、あの、漢字の意味にとらわれずに、いろいろなことをやっていこうということで、カタカナで東安という社名に変わってきました。はい。で、あの、今までですね、いろいろなこう、 事業展開をしてきたんですけれども、まあ、それはあの時代に合わせてあの、いろいろなお客様のニーズに合わせて、もの商品を売っていこうということであの、お客様にその商品の提案をするという仕事内容になっています。で、とですね、私たちはまあこういった幅広い商品たくさん売っているんですが、今までにですね、実はこんなものを 売ってますというのをご紹介したいと思います。画像をご覧ください。はい。こんなものまで売ってるのというのがありますが、こちら、あの社員にアンケートを取って、今まで売ったちょっと変わった内容の商品になりますね。多分いくつか皆さん気になるのがあるかと思いますが、 えっと、上から2番目にですね、着ぐるみとあります。こちらは、あの、本当に動物とか、うさぎとか、熊とか、そういった動物の着ぐるみなんですが、あの、私たちのお客様は、あの、一般のお客様ではなくって、あの、まあち、地方自治体、市町村とか、地方自治体とか、とは企業の方が多いんですが、あの、交通安全協会さんっていうところで、こう、 学校の中でこう、交通安全教室をやりたいので、こう着ぐるみを探してるっていうお話が来て、うちでこう、探して納品をしたということになりますね。はい。あとですね、えー、右上にあの鳥居ってあると思うんですが、これ多分、あの、 皆さん神社の鳥居を想像されると思うんですが、あのそのままそっくり神社の鳥居をあの納品いたしました。はい、そんなものまであの当案ではあの売っております。はい。はい、いかがでしたでしょうか。ちょっといろいろな商品紹介したんですが。 当社ではさまざまな経歴を持つ社員がさまざまな商品を販売しているんですが最近で言いますとあのコロナ禍ということでマスクとか消毒液とかあとは抗原検査ペンなんかもあのお客様からの要望で探してあの納品をしてきたんですけれども。 当社はですね、まあ、その保安用品の卸売業と言いながら、あの、いろんな商品扱っていて、まあ、時代に合わせてこう変わってきております。そこで、まあ、今年57年目ということで、57年続いているあの総合商社になります。で、そうですね、あの、まあ、様々な経歴の、あの、社員がいますので、あの、 学生の皆さん多分今自分が学んできたことをこうどうやって活かそうかなってこう悩んでるかなと思うんですが、えーとまあ、当社ではあの自分が今まで学んできたこととか、あとはまあ趣味でやってることとか、そういったものをこう活かせる会社じゃないかなと思うので、まあ、一度こう会社を覗いてみていただけたらなと思います。 まあ実際にあのこう働いているあの社員の,あの雰囲気とか、あとは品物とかも見ていただきたいですし、ちょっとこう、社員が売りなので、実際にこう、社内を見ていただけたらなと思って、ああ3月にえっと説明会の,あの日程を入れております。説明会の日程をですね、画像で出しますので、ご覧ください。 まず3月1日にですね、この当案、えっ、ー、と、郡山市の本社で、えっ、ー、と、午前と午後で、説明会を開催いたします。で、その他には、えっ、ー、と、ウェブで開催する日程も設けております。で、えっ、ー、と、この日程以外で、あの、この日がいいなっていう日がございましたら、あの、 えとお問い合わせフォーム、当社の,あのホームページのお問い合わせフォーム、もしくは、あとは電話とかであの申し込み受け付けますので、ご相談いただければと思います。で、とその説明会に来ていただいた際は、まあ、その研修の話とか、と待遇のお話とか、そういったこともお話しできればいいかなと思いますので、どうぞあのご参加いただければと思います。 はい。で、あの、まあ、私たちの会社はですね、あの、本社が郡山市にありまして、で、まあ、郡山市ですね、あの、よく県外の方とこうお話しするときにいつも出てくるのは、こう、都会すぎず、で、都会すぎない都会で、でも自然も豊かで、こう、ちょうどいいよねっていう話になるので、あの、福島県の地図で見ても、こう、 真ん中に位置してるということで、こういろんな意味で真ん中ということで、あのちょうどいい郡山かなと思います。はい、あとは郡山市だとうね。めまつりっていうのもあって、あのこの本社がある。近くがそのうね。めまつりとちょっとゆかりのあるあの地域なので、ぜひちょっと遊びに来ていただけたらと思います。 あの、この会社で一緒に働いていただけたらと思います。はい。以上、説明会終わりたいと思います。ありがとうございます。